皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者はコリ弾けシリーズ3曲目の桜の練習をしておりまして、この動画は2本目の動画でございます。1本目の動画はうまくできましたでしょうか。コードの練習をして、まあ何よりも右手のストロークっすよね、ここに、なかなかへこまされているかと思うんですけれども、まあそこをね頑張って乗り越えて楽しんでいただければ、幸いです。とりあえず、まあ1本目の動画でバーッと喋ってしまったんですが、2本目の動画ではサクッと全体の構成と、まあその他の注意事項みたいなお話をさせていただこうかと思います。まあぶっちゃけ本当1本目の動画でほぼ言っちゃったんだけどね。とりあえず、この曲の中で一番皆さんが苦労していることとしては、伸ばすパターン、基本パターン、そしてシンコペのパターン、この辺のパターンの切り替えに苦しんでいるかと思います。例えばその B メロのとこでね、その基本パターンから急にシンコペのパターンに切り替えられないよとか、手順が分からなくなって、ああなんだかストロークがぐちゃぐちゃになっちゃうよみたいな方結構多いかと思うんです。そんな方はですね、とりあえず左手をブラッシングの状態にして、基本パターンとシンコペパターンを1セットずつ、繰り返すっていう練習をしてみると良いかと思います。ちょっとやってみますね。こんな感じ、3、4、基本パターン、シンコペいきます。ワンツーツーパーントントントコ、こんな感じ。覚えてますか。基本パターンはワンツーサントコ、ワンツーサントコですよね。ワンツーサンで、シンコペパターンはパンパンパンパーントントントコ、ワントンパンパン2サントコ、ワントントンパン2サントコ、パン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 2サントコ、こんな感じです。これをひたすら交互に繰り返します。一緒にやってみましょう。いきます。3、4、1、2、3、4、1、シンコペいきます。テンツンツンパーン、トントントコ、基本パターン。1、2、3、シンコペ。ツツパーン、トントントコ、ワン、ツー、サン、トコ、ワン、ツー、サン。シンコペ。パン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 、パンパンパカ、ワン、ツー、サン、トコ、シンコペいきます。ペンペンペンパーントントントコ、ワン、ツー、サン、こんな感じでブラッシングの状態にして、この基本パターンとシンコペのパターンひたすら繰り返していくと、まあ、だんだん体に馴染んでくるかなと思います。そこを目指して頑張って習得をしてみてください。でちょっとこう精神論というか、その意識的な話になってしまうんですけれども、ある程度その何回も何回も手順を繰り返して、ちょっと体に馴染んだなという感覚が持てたら、あんまりね、そのね、深く考えないで、深く考えずに、ざっくり、こんな感じでっていうイメージで、練習をしてほしいんです。繰り返してほしいんです。ダウン、ダウン、ダウン、3つ下から次はダウン、アップで、こっち行って、で、その次はシンコペパターンだから、打つ、ダウンをして、で、その後曲がって、うんて、たか、とかっていう感じで、一個一個の手順を意識するんじゃなくて、全体的にこんな感じっていうなんかイメージを持ってやってみてほしいんです。なんかこんなイメージで弾きたいみたいな感じの手順じゃなくて。ちょっとこう、例えて言うならば、なんか車の運転みたいな感じ。自動車免許持ってない方は少しイメージで、ちょっと想像力膨らまして話を聞いてみてくださいませ。まあ僕らその車の免許を取るときって大体その皆さん、まあ自動車教習所とか合宿行ったりとかするじゃないですか。まあ誰かに教わるわけですよね。で、その誰かに教わるときってさ、もちろんそれまでその車の運転したことがないから、一つ一つをその手順で確認したと思うんですよ。なんか車乗車する前になんか何とか感じ、何とか確認みたいな、ボンネット確認して、下確認して、猫さんいないかな、ボンボンみたいな、そこはやなかったかもしれないですけど、まあね、ボンネットバンバンしたりとかして、まあね、座って、で、座ったらシートベルト閉めて、その鍵を入れて、エンジン入れて、で、クラッチ踏んで、ブレーキ踏んで、なんかこのギアうんたらかんたらみたいな、なんかそんな感じで、すごいいろいろ、あ、ブレーキ踏んでからエンジンか。まあいろいろやってたと思うんですよ。で、そのね、発進するときも、そのね、ギア入れて、そのクラッチを踏んで、ブレーキ踏んで、アクセルを徐々にうんたらかんたら、で、そのね、後方全部、なんとか確認して、10時10分でうんたらかんたらってやってたと思うんです。車線変更するときもさ、そのなんか何秒前に、その方向指示器、出す前に確認か。確認して方向指示器出します。で、その何秒後にそのね、徐々に行って、で、なんとか確認して、その方向指示器消しますとかっていう感じで、一つ一つ、こっち行って、こうやって、で、こう行って、こう、みたいな感じで、手順でやってたじゃないですか。でもそれがね、何回も繰り返して体に馴染んでくると、なんかそういう手順じゃなくて目的にフォーカスしますよね。なんか普通に車乗ってどこどこに出かけよう。そしたらもう自然とこの動作はもう自然とやってる。車バーッと走ってました。ちょっと車線変更して右折しようと思った時に、別にもう、1、2、
1、2、3、4、5、6とかでやらずに、なんか普通にこうね、ペッとやって、ペッとやって、ペッとやってって感じでやるじゃないですか。そんなイメージ。まあそのね、どっちがいいか悪いかとかではなく、どっちがスムーズかって話なんですよ。どっちがスムーズにできるか。一個一個で、ほい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 ってやるよりも、なんかもう体が馴染んでさ、もう車線変更しよう、右折しよう、左折しよう、なんとかなんとかしようって思って、その目的にフォーカスして体が勝手に動くっていう方が、やっぱりこうスムーズに動けるじゃないですか。そのイメージを持って、ちょっと練習してみてほしいんです。一個一個、わっ、じゃ、え、おい、お、ではなく、ざっくり、こんな感じのリズムを俺は奏でたいんだ、こんな感じのリズムを出したいんだ。で、その目的を達成するために体が動く。そんな感覚で練習をしていただけると良いかと思います。ちょっとこう精神論的な話ですけれども、なんとなくイメージは伝わったかと思うので、その感覚でぜひ練習をしてみてください。とりあえず桜の弾き方に関しては以上でございます。細かい弾き方とか手順に関してはお手本動画をね、見ながらやっていった方が全然いけるかと思うので、細かい説明はそちらの方で。細かい説明はないか。細かい説明は省くので、そちらの方をちょっとね、見よう見まねで練習していただければ幸いでございます。そして最後に、ちょっくら余談がてらになるんですけれども、その注意事項といいますか、そのまた、ステップアップするための新しい意識を、皆様にご提供します。それは何かと申しますと、まあそろそろね、フォームに関してお話をしてもいいんじゃないかと思うんだ。フォームに関して。まあ、これまで、フォームをね、もうほぼほぼもうすっ飛ばしてここまで来たわけなんですけども。まあこれはなんでかっていうと、ね、とりあえずそのギターっていう楽器に馴染んで欲しかったんですよ。フォーム、なんか基本はこうです、こう持ちます、角度はこうです、手の位置はこうですとかでガチガチにやらずにさ、とりあえずまあこうやって押さえんだ、こうやって弾くんだ、さあどうぞみたいな感じでやってみて欲しかったんだ。でもここらでちょっくら、フォームに関してもお話をさせていただきましょう。まずフォームのね、大前提。もう、どんなフレーズを弾くにおいても、どの曲を弾くにおいても、超大事なこと。一つ、お話しします。その超大事なこと、何かと申しますと、楽に弾くことです。楽に弾くこと。楽に弾くこと。簡単とか難しいとかそういうんじゃなくて、体に負担なく楽に弾くことです。楽に弾くこと。だから逆に悪く言うと、例えば背中が曲がってるとか、腰が曲がってるとか、この辺覗き込んでなんか無理な体勢になってるとか、肩がめちゃめちゃ上がってるとか、まあそういった感じでその体に負担かかるフォームではなくて、もう本当にね、座って、もう下にあぐらかいたりとか椅子に座ったりとかして、もう普通にこうリラックスしてる状態、もう普通にリラックスしてる状態でギターが来て、なんとなく抱えて、なんとなくこのね、腕を曲げて、指を曲げて、なんとなく弾いたみたいな感じのこの感覚、この、自然に弾ける感じ。ここを意識していただくことが、まあ、超大前提です。もしよければね、その大きな鏡とかあれば、皆さんの前に鏡を用意して、その鏡に向かって、このギターを構えてみていただいて、僕のそのフォームと見比べてみてくださいませ。自分で言うもなんですけども、なんかすごいもう僕、すごいもうめちゃめちゃ楽そうじゃないですか。すごい楽そうじゃない？なんかその、全然、その、ギター弾くからつって、よーしって、なんか構えたりとかせずにさ、もうすごい、もう普通にこう、ベラベラと喋りながら、もう座ってるだけだし、で、座ってるだけみたいな感覚で、このギター弾いてるし、みたいな感じで。でも、ギターを弾いてると、肩が凝るとか、腰が痛いとか、背中が痛いとか、そんな感じになってくる方結構いらっしゃると思うんですけども、よーく自分のフォームを見てみると、やっぱどっかにね、負担がある形をしている場合がね、ほとんどなんですよ。体幹、なんだろう、体幹であっていいってのかな？わかんないけど、なんかこの体に幹っつうんですか？重心っつうんですか？ちょっとなんか、なんて言ったらいいか、その適切な言葉がわかんないんですけど、まあそのね、体幹、その幹みたいなのが、そのね、まっすぐなってることがまず大前提。この指板を見たいから、ついつい頭を前に持ってきて腰が曲がる。ブブーン。で、ついついこの指板を見たいから、そのね、こっち側にこのね、ギターを寝かして、この腰が曲がってしまう。これもブブー。で、そのストロークをするために肩が上がってしまう。これもブブー。ここね、いろいろですね、全部ダメじゃねえかって感じなんですけども。もう普通にこの、ね、指板見えなくてもね、しょうがない。ここ見えないもんなんです。もう見えない。しょうがない。だからもう見ない。理想としては見ない。もう見えないです。僕も見えない。普通に6弦しか見えない。この弦しか見えない。もうそんなもん。そんなもんです。で、ストロークするこの右腕に関しても、このギターのトップのこの膨らみの部分にボンと腕を置いて、でそこからこのぶら下げるみたいな感じで弾いていくと。これがうまくできてないと、ひたすらこの、ね、右肩をこう上げてる状態をキープしてることになるんで、まあ、やってみればわかると思うんですけども、すげえ辛いじゃないですか。ずっとこんなんやってたら。だからこんなんやってたらもう肩凝るのは当然なんですよ。
だからギターのこのトップの部分に腕をボンと乗せてしまって、できるだけその力を入れずに、負担をかけずにギターを弾いていくと。そのフォームを実現するためには、さあどうしたらいいかなっていうことを意識しながらやっていくと、この先もっとギターが上達するかと思います。大きな鏡を皆さんの前に用意していただいて、ちょっと僕のフォームと見比べて何が違うのかなみたいな感じでやっていただけると、幸いです。左肩においてもそうです。左肩がこう上がったりとかするんじゃなくて、こう普通にぶら下がってます、ブラーンと。で、肘が曲がって、そこにこのギターのネックが来たと。で、指が曲がってコードが抑えられるようになりました。めでたしめでたし、こんな感覚で、親指でこう、なんていうのかな、そのネックの裏にこうくっつけてやってると思うんですけども、若干ね、この親指に引っ掛けてるんだ。大げさに言うとこういう感じ。親指がこのフック、ハンガーになって、この腕の重みを、このね、負担を減らしてくれてるんです。大げさに言うとこういうこと。まあ実際はこんな感じですけどね、そこまでガッツリいかないけど、この指先と親指でこのネックを、掴んで、黄弦、その弦を押さえている状態も作っているんだけども、同時にこの指先でその、ね、腕の重みをぶら下げているっていう感覚も、大事です、そうすると右肩も左肩も負担なくすごい楽に弾けるかと思いますので、ちょっと気をつけてやってみてくださいませ。本当はね、いろいろとその細かくいくとさ、そのなんか角度とか、なんか腕の持ってき方とか、いろいろ細かいところはあるんだけども、とりあえずまあ今のところ皆様に頭に置いておいてほしいのは、とにかく楽に弾けるフォームで弾くことです。で、その楽に弾けるフォームはどういう感じか、どういう感じかなって探して意識をしながら練習をしてみてください。今はそれで全然十分。もっと難しいことをしてくる段階になった時点で、ちょっとそのね、フォームとかまたさらに見直していこうかと思いますので、今はとりあえず楽に弾くこと、これを意識して練習をしてみてください。それではこんな感じで今回の動画もまた終わりにいたしましょう。桜が終わると、その次なんだっけかな、何の曲だっけかな、次の曲は、4曲目は、ダランダ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 ン、ロビンソン、スピッツさんのロビンソンでございます。これはまた、右手のストロークが大変な曲ですね。頑張って右手の習得をしていきましょう。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら、グッバイ、頑張って練習してみてね。で、最後に、私、滝沢勝成、ツイッターのぞいております。TAKAJWA、滝沢という名前でツイッターやってるんですけども、もしよければ動画のリクエスト、ご感想、ご意見、コメントいただくか、もしくはフォローいただいてリプライとかいただけると、幸いでございます。視聴者の皆さんから、この、コミットといいますか、アクションを起こしていただけると、あ、やっぱ、なんか動画見てくれてるのは嬉しいなって感じになるので、なんかね、遠慮せずにというか、まあ、恥ずかしいとかめんどくさいとかいろいろあると思うんですけれども、普通に僕がすごい喜ぶので、ぜひ、参考になったとか、今日も面白かったとか、頑張るぞとか、なんか何でもいいんで、意気込みとか、感想とか何でもいいんで、コメント、もしくはリプライとかいただけると、幸いでございます。そうすると僕が喜びます。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。頑張って練習してくださいね。じゃあね。